司法書士の重森です。天王寺上本町玉造で司法書士をやっております。皆さんは戸籍の種類についてご存知ですか？戸籍というのは本籍地で上がる市役所区役所の証明になります。その戸籍というのはどれだけあるかご存知ですか？もし相続が発生すると、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。その時に、出生から死亡までの戸籍を取ると、普通の方でだいたい4通から5通の戸籍を取ることになります。なぜなら、まず現在の戸籍を取って、結婚前の戸籍を取って、で、市役所、区役所が、市、区の法律、国の法律によって、改正して、また新たな戸籍が勝手に作られているからです。そのような知識がないと、なかなか戸籍を揃えるだけでも大変になります。戸籍を取得する際は、当事務所にご相談ください。司法書士の重森でした。